西岸寺は栃木県宇都宮市大通り5丁目にある浄土宗の寺院。三号は薫宮山。本尊は阿弥陀如来。海貴は宇都宮より綱。海山は極連舎儀沖が。宇都宮貞綱が母の母提を弔うために鋳造して奉納したと言われる鉄塔バーが現存することで知られる。鉄塔バーは国の重要文化財に指定されている。 西岸寺の歴史は、鎌倉時代初期に宇都宮市によって建立された寺院を、戦国時代に宇都宮市の家臣であった清原聖が市が移築して、寺号を西岸寺としたことにより始まるとされる。宇都宮家当主、第五代宇都宮頼綱は1205年に幕府より無本の権威を受け、これを機に熊谷で隠居生活を送っていた東大の英傑。 熊谷直実の勧めにより、法年に、帰、え、1208年に出家して、神信封錬連生と合し、念仏堂に入った。頼綱は京に住んで昇空にも支持し、幕府から罪が許された後の1215年に、市内、宿郷町に、当時の起源となった念仏堂を建立した。頼綱は京の浄土宗光明寺にも念仏堂を建立している。その後、 戦国時代に入り、宇都宮宗家の不代の重臣であり隕石関係もあった、羽賀高継が、主界の反骨が災いして自害した兄、羽賀高照の母代を弔うため、宿郷町にあった、念仏堂を1573年に現在地に、移築し、羽賀氏の薫を取って、三号を、薫宮山、羽賀高照の光寺氏を取って、陰号を、光寺院、清原氏の、 清をとって、西願寺とした。1601年、初代の関東軍大である、伊那中寺から寄信を受け、朱印地25国を花輪殿に有した。昭和期には幼稚園、萩の丘幼稚園を併設していた。ありがとうございます。